七篠篤史さん、こんにちは。はい、開発者としての PS5 やアンリアルエンジン5の感想をお聞かせください。なるほど、篤史のバカ答えられるわけないやん。我々は会社間の NDA だけじゃなくて個人間の NDA なんかも結んでる、わけですから、それぐらいこう大きな、機密保持契約をね、結ばされてるっていう中で、結んで我々のお仕事をやってますので、匂わすようなこともやっぱ言うなあかんわけですよ。まあ、とはいえですよ、報道されている情報っていうのは別に感想を言うたっていうわけですから、これはね、別にうちで今どんなことやってるかってことは一切言うてないですからね。世の中で PS5 も発表されてますし、アンリアルエンジン5もね、この間でもね、公開されてましたよね。まあすごい。正直言うと PS6 ぐらいではできるやろうなって思ってたことが、アンリアルエンジン5のデモを見て、お、なんか2段階ちょっと早まったなっていうのが、我々の正直なこと感想ですね。これでもね、どっかにやっぱりこうハードの限界とスペックの上限っていうのは必ずあるわけですから、それを飛び越えてね、表現できることはできないわけですから、どっかでやっぱり我々はもっとこうだったらいいのにって思う日が来るのかもしれないですけども、まあやっぱ世界中があれ見て驚いてる通りですよ。すごすぎて何がすごいのかわからないレベルだと思います。ただ、まあ開発のやり方なんかもね、日々やっぱ進化してますので、やっぱりこうアンリアルエンジン5のデモなんか見てるとね、我々が今まで手でやっていたようなこととかをオートでやってくれるというか、アニアル側がやっぱ先回りしてやってくれる。それがもちろんエンジンの強みでもありますから、やっぱああいったところは楽しいのと同時に、その分やらなきゃいけないことをやれることが増えてるわけですから、我々の作業が一般に出るなんてことはまずないだろうなと。まあこれからも開発大変そうやなって思うのと同時に、ちょっとね、これはもう会社としての勝負の仕方ですけど、我々ちょっと延長線上の道の上にはなかなか立つのとはちょっと違う道の行き方をしてるんですね。我々がやってるやり方って少年漫画、少年アニメ、まあ、これの熱量をね、ゲームの中でリアルタイムにやっぱこうわがままに動かせて、その圧でこうやっぱこうゲームを表現してるっていうことがやっぱ多いので、こうどんどんリアルになってて、もうそれこそね、ハリウッド映画で作られてるような CG パートほど区別がつかないぐらいのね、本当表現にはなっていくと思いますけども、まあ、幸いにも我々はそっち側じゃない、まあ、けどだからこそもっとこう、なんでしょう、手書きアニメのような表現だったり、漫画の中でやっぱやってるこうね、紙とペンにインクでガリガリやってるような表現っていうのを、もっとこう新しいこう技術でね、表現、アナログの技術っていうかね、こうデジタルでなんかこう表現できていくと、またおもろいことやれそうやなっていうのはね、正直ちょっとワクワクしてますね。まあ、これから始まる新時代、実在機、まあ、これはね PS5 に限らずですけども、スカーレットね、言われてますし、まあアンリアルエンジンなんかも含めてですけども、新しい技術は、我々開発者にとってはこうドキドキとワクワクが両方ありますんで、はい、まあけどやっぱり楽しみの方がちょっといいですね。はい、なのでこれからまた新しいことを、やって皆さんに全く驚いてもらおうと思いますんで、ぜひ引き続き応援のほどよろしくお願いします。じゃあな、あつし。